どうも、ビヨスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。やってまいりました。はい、皆さん、場所が変わりました。なんかシーズン2って書いてあるよ。そうです。我々ですね、チャンネル開設して、まあ、3年半経つか経つないかなんですけども、はい、活動拠点を変えまして、ウイスキー同好会シーズン2ということで、はい、今回からやっていこうと。そうですね。まあいろいろありますがね。いろいろあります。まずドミさんがほぼ日本にいない。そしてウガちゃんは行方不明と。いや、ね、まあその時来ると思うんだけど、俯瞰でね、はい、見させていただいてましたね。はいはい、あのシリーズ大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。ただね、じわじわとね、はいはい、ウガちゃんのファンも増えてるんで。ああ、そうなんだ。まあぼちぼち細く長くやっていこうかなと。なるほど、思っております。で、皆さんもね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。シーズン2、はいはいはい、ということで、はい、引っ越しも兼ねて、うん、トミさん実はね、誕生日だったんで。もう誕生日ね、向こうでいまして、はい、スリランカで誕生日迎えて、はい、誰にもね、祝われず寂しい。はいはい、スリランカ誕生日を、はい、やってたと思うんですけど、はい、僕前にほらウイスキーもらってたじゃないですか、うんうんうん、なのでお返ししないとなと思って。ああ、毎年ここでのね、恒例のプレゼント交換、プレゼント交換、はいはい、ということで私、リカーズ長谷川、好きね、東京の北口店でさあ2年連続でございます。好きね、長谷川さん。はい、購、うん、入してきました。はい、今回のウイスキーはこちらです。中身不明。いや、それじゃ分かんないな。さあ開けてください。どうぞ。年々ね、うん、やっぱ知識も増えて、知識も増えてる。やっぱプレゼント質も上がると。質も上がる。去年はね、うん、ティースプーンのな、あのこれだったんですよ。これこれ、あのモンキーショルダーの研修のやつだったんだけど、はいはいはい、去年はね。でも今年はちゃんとしてる。なおかつドミさんが、うん、あ、これとこれの組み合わせだったら美味しいって言ってたウイスキーの最新バージョン、今タイムリー。これね、今タイムリー。さあ喜んでいただけるのか。いや本当に分かんないからね、うん、はい、じゃあ今回のウイスキーはこちらでございます。お願いします。誕生日引っ越しおめでとう。じゃん。はい、ポットスチール K、2024年版。なるほどね。はい、こちらのウイスキーはですね、ドミさんがガイアフローの蒸留所行った時に、はい、ポットスチール K と、うん、こちらは純外国産の大麦使ってます。あのあれですよね、うん、まあ、樽を買おうかと。そうそう、そう言ってたやつ。特に4パターンから選べって組み合わせがね、そう、うんうんうん、あったじゃないですか。でこちらはそれこそ本当ポットシール K は軽井沢蒸留所の K で、うん、であの純外国産のピーテッドとピーテッドじゃないモルトをブレンドして、うん、でまあシングルモルトなんだけど、ちゃんとあの単一蒸留機、うん、このポットシール K から取れた原酒だけを使って樽詰めされて瓶詰めされてるシングルモルトウイスキー、うん、てか意外とうちガイアフローやってない。やってない。6月下旬に販売されたばっかりです。へえ。でもね、あのガイアフローの蒸留所見学の動画もね、昔のありますからよかったら見てください。でこれをですね、僕がチョイスした理由は、はい、タイムリーだったから。内容量はね 500ml なんだけど、アルコール度数の確か 55% ぐらい。 55.5%、 5%、 そうくらいあるか、うん、だからほら、あのガイアフローさんのあのボトル、カスコーナーさんのボトルのサイズ変わったとかって一文字があったじゃないですか、なんか、はいはい、700から500に、はい、の500 の500。なるほどね。だから良かれ悪かれ、まあ、500ml で、まあ、結構いいお値段するウイスキーになっている。違和感あるね、このボトル。うん、500だとなんかこう見た感じ、なんだろう、コカ・コーラのペットボトル持ってるみたいな。いや僕これ飲んでみたかったんだよな。結局あれでしょ、自分の飲みたいやつ買ったでしょ。そう、2年連続いきます。はい、あ、コルクじゃなかった。コルクじゃない、コルクじゃない。ちなみに、うん、テイスティングノートがさっぱりわからない状態で、うん、これから皆さんこのウイスキー、うん、結構市販だと1万ぐらいするんですよ、うん、オーバーなんですよ。だからこれを買おうか買わないか迷ってる方のために。そうですね、まあ、シーズン2ということでね、うん、我々がどんなチャンネルかと言いますと視聴者様と同じ消費者目線ということでね、うん、そうです、
好き勝手言うというチャンネルでございますので。そうです。なので本当に失礼なことも言うかもしれませんが、そこはそういうチャンネルですということで、初めましての方は乾杯ということで、はいはい、乾杯ということで、じゃあいただきます。まず引っ越し誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。香りはね、非常に好き。あー、面白い。もう青リンゴとかそっち系だよね。うん、ハイランドウイスキーっぽいんだけど、青リンゴとか、まあちょっと言い方悪いけど、ガムとかフルーツガムみたいな。だハイランドよりも、振り切ってないよね、うん、甘さに。あんま振り切ってない、振り切ってない。蜂蜜かも弱いし。強くはないね。強くはない。どっちかっていうと、だからさ、ピートもここに来てんでしょ。ピートちょっとあるね。でもなんか俺、フルーツ、あのミ、フルーツミックス、ミックスフルーツ、なんだ、ミックスジュースみたいな。日課っぽいね。日課、まあっぽいのもあるけど、なんかねっとりとした香りがする。ちなみにこれはノンチルノンフィルターでございます。はい、はい、じゃあいただきます。いいですか。はい、栗だよ栗。あったかい方で鼻で拾うと栗っぽいけど、バナナ確かにバナナも感じるね。うん、でまあ暑さ、あのスパイシーっていうか、うん、辛さの部分を拾うと栗とか、栗も感じるし、うん、ポテッとした感じっていうか、うんうん、でも意外とドライだね、うん、でアルコールもやっぱ55度、結構拾っちゃってる感はあるね、うん、強いね、うん、軽ってことうん、直火？いや間接っすね。間接か。はい、なんかちょっとバーボンっぽさも感じるから樽かな。なんかねウッディ感も結構感じるんだよね。ウッディね。なんかそのいわゆるウッディっていうのが本当のなんか湿った木みたいなさ。ああ、ま樽の貯蔵庫の香りみたいな香りもしっかりするし、原酒って言えば言葉変だけど、うん、ピートとかも薄いピート感もあるし。でもなんかどうしても俺は結構栗を拾っちゃうんだよな。なんかやっぱフルーツバスケットみたいな感じするんだよ。ガム。フルーツバスケットって例えがよくわかんないんだよ。いやー、あのリンゴ、うん、バナナ、うん、オレンジ。そうだ、リンゴバナナオレンジ、それがしたい。飲むじゃん、うん、口閉じるじゃん、うん、鼻から抜いてみて。なんかすごいなんか硫黄感がない。硫黄感っていうかピートだな。卵黄みたいな。いや、そこまでないかな。樽のうまさはすごい出てると思う。ギュッとしてる。原酒が、樽詰めされたその原酒がギュッてしてる。木の味。でもあれだね、空気に触れさせてくると、やっぱマイルドになってくるから、うん、非常にのんびり飲める感じがするけどね。そうだね、確かにのんびり飲めるね。うん、55.5% あるんだけど、そんなくどくないっていうか、キレもいいし、炭水化物系の甘さって言えばいいのかな。なんかね、ベース軸が甘さじゃないんだよね。上に乗っかってるだけみたいなさ、うん、感じだから、うんうん、炭水化物感っていうか、だからなんか意図的に甘さ拾わなくてもいけるみたいなさ。うん、わかる。なんかわかるわかるわかる。どこの部位にね当てるかで、まあ、甘さいらない人は全然ドライな部分だけ拾ってみたいなうん、ちょっと加水して氷入れて、うん、味の広がり閉じるか広がるか試してみようか。はい、はい、それでは氷を入れてみました。はい、どんな感じで味わいが変わるのか検証していきたいと思います。はい、あー、これはガイア風のっていうか、この蒸留所らしさの匂いだね。なんかさ、蒸留所に行った時の匂いじゃない、蒸留所の中の匂い、うんうん、匂い、あ、すごいわかる。こう甘ったるい香りするよね、あの蒸留所の、うん、そうだね。あのお米、もち米をさ、うん、炊いてる時の湯気の香りみたいな甘い感じのでんぷん系の、ね、あ、でんぷん系の。よし、じゃあこう飲んでみます。あ、変わったね。いや、冷やすと美味しい。これ美味しいじゃん。冷やすと美味しい。いや、すごい。この甘み、なんて表現する？マンゴスチン。はい、マンゴスチン、若干の酸味ありながら甘い。だからライチまでは、ライチではねえな、マンゴスチンかな、うん、でもすんごい甘いよ。甘い。
びっくりするぐらい。うん、マンゴスチン、マンゴスチンって言っても分かんないでしょ。もっと分かりやすいの欲しい。もっと分かりやすいの、リンゴガム、違うか、なんかね、もっとねっとりしてる、なんか紅芋タルトみたいなさ。そっちね、うん、ねっとり系じゃない、わかる。なんかどうしてもでんぷん感がねあるのよ。 甘さもそうなんだけど、うん、香りもなんかそのねっとっと、まあバナナ感はずっとあるんだ。基本、うん、でももっと売れてる感じだけどね。なんだ、うん、なんだろう、マンマスチンとバナナと牛乳。牛乳じゃない、牛乳じゃない、牛乳は絶対ない、牛乳は違う、舌触りの話。それはちょっとザラザラするね。うん、芋感はある。芋とか栗とかは余韻近い部分であるんだけど、甘さなんだろうこれ。だから芋とか栗もさ、結局でんぷんでしょ。うん、あ、ショートケーキ。ショートケーキ、いちごのショートケーキって言ったら、酸味も甘みも生地の炭水化物感も。俺はどっちかってショートケーキのモンブランのイメージだね。まあ、モンブラン、俺モンブランだと思ったけど、うん、モンブランにはない酸味がちょっとあるから、あ、リンゴ感とかみたいな、うんうんうん、まあ白桃みたいな感じの酸味っていうか、甘さはでんぷん寄りだけど酸っぱさが白桃寄りっていうか、でも余韻にドライっていうか苦味が出てきたよ、うん、ある、それはある、ビターになってきた。これはね、おそらくその樽の中のタンニンとかが、うん、ギュッてこう濃縮されてる感じがすると僕は思います。あ、皆さんはね、うん、試してみないと分かんない、分かんない。これはね、結構ね、うってなるよ。お財布と相談するとうってなるけど、うん、ナポさんが静かになるぐらいうまい。うん、そうだね、やっぱ当時だけどね、まあいろいろ変わってるんだろうけど、まあタルオーナーになろうとしてる時に、うん、まあ4種類から、まあまだ終戦とか始まる前の時代だから今と違うと思うんだけど、やっぱりあの国産麦芽にしちゃうと抜けちゃう感じがあったでしょ。抜けるね、うん、でやっぱ外国産にした時にこうちょっとピシッと決まるというか、あの感じがちょっと思い出したね。外国産の大麦、多分まあスコットランドかどっかだとは思うんだけど、うん、やっぱりそのアルコールを抽出しやすいような品種になってると思うから、うん、国産麦芽と比べた時に良質なやっぱアルコールが取れる分、香りとかもその殺さないって言えば変だけど、うん、いいとこ取りできるんじゃねえかなとは僕思うんだよな、勝手なイメージです。じっくり味わうと、うん、マリーゴールドのような香りがする。マリーゴールドって子供の時どこにでもあったよね、うん、ちょっとやっぱその子供の時にいろいろ花壇の手作業とかした時に、あのプンっていう香りとちょっと苦い感じの香りがして、なんかさ、そうそう、わか、花をさ、うん、かじった時よく言ってんじゃん、なんか、うん、かじった時の、うん、これはその感じがすごいわかる。ただね、僕マリーゴールドだけは手出さなかったんだ。マリーゴールドかどうかわかんないけど、なんかね、花をかじったりとか、あとなんかその、うん、カモミールとかも、なんかカモミールティーを作るじゃん、はい、で香りの部分を度外視して、うん、あの味だけ抽出した時の味に近いというか、いやはい、ハイボールいく、ハイボール欲しい。じゃあハイボール最後いきましょう。はい、それでは贅沢にもハイボールでいただきたいと思います、はい、じゃあいただきます。やっぱ栗感あるね。これはね、星5。ほんと星5。でもそのまったり感がさ、さっきあったじゃん、うん、あれが炭酸でいい感じで弾けてるね。うん、なんだろう、あとはやっぱそのハイボールにして味が崩れるウイスキーが多いけど、しっかりベースの軸崩さないね、これね。これシングルモルトウイスキーでなのに、うん、こんなにもうブレンデッドウイスキーぐらい飲みやすい、うん、ってすごくない？でも癖はあるよ、やっぱあるあるある、うん、あるんだけど飲めるんだよな、その癖が。そうだね、美味しいね。うん、ハイボールになったら秋の味覚みたいな。まとまりがやっぱ栗とか芋とかね、そっちになってかな。洋梨、まあ、洋梨っていうか日本の梨香水とかのぐらいみずみずしさがある
それはさ、ウイスキーじゃなくてこっちじゃない、みずみずしさはウィルキンソンじゃないですかね。いや、そうかな。今3つ飲んできたら、うん、ハイボールが一番おすすめだね。うん、でなんかさ、秋っぽいって言ってるけど、うん、味的には結構夏におすすめというか、夏におすすめ、ドライなんだけどどしっとこうまったり感があるというか。どうだろう、ストレートはまあ本当に、うん、モンブランとか、うん、そういう地形、モンブラン系の味わいで、うん、でロックはどうだろう、ちょっと酸味が出たかなっていうニュアンス、うん、で最後はもう完全に爽やかな秋の味覚夏におすすめっていうそんな感じのまとまりでいいのかな。ピート感そんな、でもピート感やうるさくねえんだよな、うん、だからピートもどっちかというとその硫黄感だよね、拾おうとしたらね。いやー、どうだろう、硫黄まで行くのかな。硫黄に、そうだね、硫黄で取る人いるかもしれないけど、だから余韻だよね、拾おうとしたら。うん、僕はその硫黄まで行かないで、もう焚き火程度、本当にそのこれこんぐらい。でも多分だよ、あれ異様な感じが相まってそのまったり感にこうなってたと思うんだよね。あ、確かにそれはある。うん、いや星5、これはハイボール星5。そうだね、ハイボール一番おいしい。マジでうまい。なんか僕がさ、結構ハイボールで一番おいしいっていうウイスキー珍しい。珍しい、うん、まあリバークイーン以来で。僕はね、やっぱシングルモルトとかも含めてそうだけど癖があるものはストレートで美味しいものの方が好きだから、うん、でもこれはハイボールで抜群にいいね。いや、これうまいな、これうまいな。いや、もうなんか惜しいのが500なんだよな。なんか700だったら気持ち的に700で1万円が、でも500で1万円が。だからそうだよね、ミリ単位で計算したら1万3000円とか4000円ぐらいってことでしょ。だからうまいなぁ。700だとしたらね、そのぐらいいっちゃうわけだから。うまいよ、うん。金額一回忘れてもこれは星5だわ。そうだね、でもなんかガイアフローも過去のやつ全部飲んできてるけどさ、うん、これの個人的にはすごいヒットかも。一応これ2024年モデルなんだけど、うん、もちろん2023年のやつも確かあった気がするんだよな、同じやつで。おそらく、なんかおそらく、おそらく、ごめん全然俺ガイアフロー全然わかんねえんだけどこの2024年にリリースしたってことは、今現段階のガイアフローの力なんだよ、うん、だから僕は今星5って言ったけど2025年が多分すごいことになると思う、うん、今これを、まあ、転売目的でこれキープしててもいいかもしれないけど、転売屋だったら僕来年買うかなって思ういや、もうガイアフローのさ、ホームページ思い出したよ。なんかさ、7万とか8万とかまで転売でしたよね、確かね。懐かしいね。いや、これはうまいわ。ちょっと、もしかしたら転売目的の方にもおすすめかなっていうぐらい。おすすめかなっていうぐらい。来年だな、来年だな、2025年のガイアフローだったら、うん、俺転売するわ。転売するわ。転売しねえだろ、多分そんな転売で値段つかないから。飲むな。すぐ秋日だ。いや、どうですか、ドミさん。これちょっと本気で選んできたよ。いや、正直、うん、帰国後、うん、一発目の撮影なんですけど、うん、向こうで、うん、いいウイスキー全然飲んないですよ、はいはい、やっぱ王道なウイスキーしかないんですよね、はいはいはい、誰もが知ってるような、うん、まあ、よくてジョニー・ウォーカーとか、はいはいはい、なんでね、やっぱし久しぶりにこの日本のウイスキー、うん、なんか独特な日本の癖っていうのかな、うん、やっぱ面白いなって再確認しましたね、うん、いやどうですか、ジャパニーズウイスキー、まあ、ジャパニーズウイスキーってでもすごく今海外から日本を見てる立場なんで、うんうんうん、すごいですよ、プレーン目が、ね、この書き方もいいね、このジャパニーズウイスキーじゃなくて日本ウイスキーって書いてるね。ちなみにね、うん、まあ余談なんでね、使う使わないですけど、うん、日本の白州山崎とかあるでしょ、王道、うんうん、水卵化で、まあ、日本円換算したら700ミリで、うんうん、16万円でボトルを、まあお店で入れる場合だよ、うん、だけど16万円でした。使えねえよはい、ということで、はい、この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっと雰囲気に飲まれてね、僕シックな感じになってますけど、はい、2回目以降は調子が出てきますんでよろしくお願いいたします拠点会で一発目なんで、ね、そうですね、どうしてもね
ナボさんが慎重しろと。緊張してんねん。近隣住民とも揉めるかもしれないから、あんま大きい声出すわ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイ。